この番組は北海道大雪山雪の水をお届けするロジネットジャパングループ札幌ツールの提供でお送りします。皆さんこんばんは。2月26日火曜日の午後7時を回りました。キラキタ FM 札幌村ラジオのスタジオから生放送でお送りしてまいります。この番組はきらめく北海道の情報をインターネットを通じて全国へも発信するバラエティ番組です。お相手は私山田大輔と、まだまだ雪が積もっております、海坊主でお送りします。はい、レギュラーの牧野旦那ちゃんなんですけれども、今日はすいません、お休みをいただいております。申し訳ありません、お仕事の都合ということになりましたけれども、はい、今日はね、男2人の残念な放送。残念とか言わないでくださいよ。これは残念な放送と。そうですね、なるでしょう、大方のね、期待を裏切るような今いただいてる方々にとってはね、まあまあそうですけれども、今日は幸いなことに、幸いなことにね、ゲストがいらっしゃいます。そうなんです。牛乳パックで紙相撲にも参加いただいております NPO 法人タックの会さん、タックさんよりですね、メンバーの梅津さんがこのスタジオに後ほど来ていただく予定になっております。ぜひね、NPO 法人タックの普段の、まあ、お仕事の様子だとか、あるいはね、我々の知らない部分とか、知らない部分とかあら、どんなことが出てくるのかしら、お伺いできればなって思ってるのと、あとね、皆さんから、今お聞きいただいている、そしてご覧いただいている皆さんから、施設の、まあ、普段の活動ってどういう感じなんだろうとか、まあ、もしかしたらこれからね、ボランティアさんとしてお手伝いしたいとか、お仕事としてなんて考えていらっしゃる方もね、いらっしゃるかもしれないので、ぜひそういったご質問などもお待ちしたいなというふうに思っております。で、メッセージなどこちらです。メールは数字で813@札幌村.jp 813@札幌村.jp、 そしてユーストリーム、動画放送をご覧になっている方はですね、右側のチェックインというボタンを押すだけでコメントに参加することができますよ。ぜひお気軽にコメントお寄せいただければと思います。梅津さんへの質問などね、ぜひぜひお寄せいただければと思います。もうすでにたくさんいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。ユーストリームの放送も始まってるようですね。はい、伊藤さん、はい、たくさんコメントにありがとうございます。ブロータイムさん、アクアエリンさん、オブヤンさん、フールハーミットさん、未完成さん、こんばんはということで、皆さん、番組始まる前から待機してくれてました。ありがとうございます。はい、ということでですね、随時いろいろコメントいただければなというふうに思います。で、今日のラインナップですけれども、改めて紹介しますと、この後は曲を挟んでキラキタ街トレカードバトル、今日はたくさん届いております。ありがとうございますありがとうございます、いろいろ紹介できるかなと思います。全国各地の看板の、なんか一度に返すみたいな感じになりますからそうですねぜひぜひご期待ください、そして中盤、北海道大雪山雪の水の話題の後、いよいよゲストということになります、今日はキラキタピックアップトークスペシャルということで、後半かなりの時間を割いて、梅津さんにお話をねえ、牛乳パックで紙相撲でも、まあ、タック部屋として、ね、紹介をしておりますけれどもね、お世話になってますから ね、強い力士を作るコツとかも、そうですね、聞けるかもしれないし、そうですね、あとはもちろんね、音楽もなんかいろんな活動されてるらしいですね。やってらっしゃるみたいなんでね、その、施設単位で何かいろいろイベントに出たりなどもしてるそうなので、そういったお話もできたらななんて思っています、曲の紹介もありそうですよ今日はね、 お楽しみに、そして終盤なんですけど、ちょっと私のこれこれ間違いじゃないんですよね。何ですか。初登場、海明神パレードさんって書いてるんですけどあれ、海明神グレートさんが、グレートさん先週卒業しましたよね。そうですね、皆さんには結局お顔を見ていただく機会もなくそうですよ、あの時ユーストリームのね、配信のあの時だけちょっと機材がね重くなっちゃって、最後の勇姿を見れなかったという、音声だけでお楽しみいただいた状態、で、いつの間にかそのパレード
ドっていう名前になってるんです。そうですね、あの黒い顔がどうなってるんでしょうね。ねえ、まあ経緯は後ほどゆっくり、ね、そうですね、時間があれば、はい、時間があればしますけど何がどうなってかパレードさんになっています。というわけで今日もキラキラ、午後8時までどうぞお楽しみください。では一曲お届けしましょう。今日は残念ながらお休みなんですけれど、牧野たなちゃんの一曲です。ワンダナでワンお送りしました。この後はキラキタ街トレカードバトルです。キラキタさあここかFM 札幌村ラジオキラキタお送りしております。改めてお相手は私山田大輔と海坊主でお送りしております。
さあ、今日最初はマチトレカードバトルお送りします。セカンドシーズンとなりました、今回ですけれども、ルール改めて紹介しますと、お住まいの都道府県で見つけた看板を写真に収めて画像データを番組に送っていただく都道府県対抗参加型カードバトルゲームでございます、うん、写っている看板の文字数はそのままポイントか、数ヶ月間の戦いで最もポイントが多い都道府県が優勝というルールでございます。すでに、数多くのですね、都道府県から送られておりますけれども、文字数のカウンターはお店や施設などの名刺のみ、漢字は一文字、アルファベットも一文字でございます。なお英語と日本語の表記は日本語が優先されます。さあではここまでの途中経過ですけれども、みほずさん、はい、途中経過でございますが、依然として1位が鹿児島県の201ポイント、うん、さあそして2位が茨城県168ポイント。ここまでは接戦なんですけど、はい、ここからガクンとちょっとね差を開きまして、はい、3位が東京で79ポイント、4位栃木県52ポイント、5位が埼玉県の46ポイントと続いております。はい、ということでございますけれどもね、果たしてこのランキングがどういうふうに今後動いていくのか、はいね、どうぞこれあたりもですね、うん、まあ、参加していないという方も、はい、ちょっとそういったなんかスポーツ的な楽しみにもなっていただければと思います。さあ、ポイント2倍のテーマは観光地の看板です。これ今日までとなっています、はい、おお、そうだ、もう2月終わるんだ。そうです、あれ早い。観光協会のサイトで掲載されている場所に関してはポイント2倍となっています。はい、それでは今日はたくさん届きましたので早速いきましょう。いきますか。まずはブロータイムさん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。埼玉県春日部市、私どもがね先日、はい、上相撲の交流会で行ったところ、うん、その春日部市での1枚だそうです。参りましょう、マチトレカードバトル。ザスン、おお長い。いきましょう、ブロータイムさん、はい、ありがとうございます。埼玉県東部地域振興ふれあい拠点施設でございます、ね、でしかもねこれ下にアルファベットあるんですが、これは上の方の日本語の方ですね。そうですね、日本語が、優先されます、はい、これでもね長いよね。長いですね。これどんな施設なんだろう。触れ合うんでしょ。その地域振興のために触れ合う拠点となる施設、はいはい、拠点となる、ここを拠点としてみんな、 なんか名前考えればいいのに。どこが主なのかちょっと分かんないですよね。振興が主なのか触れ合いが主なのかねえ、ね、おお、まあまあここを拠点として皆さん頑張っていくんですね。そうなんですね。そんなコメントしか出ませんよねこれね。だってあとどういう活動をしてるのかがちょっと分からない。いやちょっと行ってみたいですけどね。まあそうですよね、うん、ですブロータイムさんありがとうございます。埼玉県のポイントが、はい、これは17ポイントゲット。17ポイント素晴らしいですね。63ポイントですね。触れ合いはひらがなで他は全部漢字でした、はい、17ポイントとなっています、はい、さあ埼玉県17加算ですから、これで栃木県を抜きましたね。第4位、はい、第4位上がってきました埼玉県、はい、頑張ってほしいですね。来てますよ。関東勢の争いっていうのもね、そうです ね2位が茨城、3位東京都、はい、4位に埼玉県になって5位に栃木県という来てますから、ね、状況ですからね、はい、その下海坊主っていうのはこれどこのどこの地域とかじゃないですかね。あ、違うの。あ、でもあのすすきのを中心にっていう噂があります。あ、そうですね。続いて、はい、エクシンさんありがとうございます。ありがとうございます。茨城県でございます。あ、茨城県、さあ第2位につけている茨城県はどこまで詰め寄れるか参りましょう。マチトレカードバトル。ザスン、お、またおしゃれなの来ましたよ。リゾートアウトレッツ大洗。これ全部アルファベットですね。アルファベットですね。おうおう、ここエクシネさんありがとうございます。観光協会のサイトにも載っていると。おお、来た、観光地というカテゴリーに入るようです。なるほど、調べましたけれども実際そうみたいですよ。これで2倍と、ね、まあ、リゾートって書いてますからね、まあ、そうですリゾート言ってますからね。ね、これもなんかおしゃれな、おしゃれですね。ですね、この紙袋の、うん、なんて言うんでしょうね、イラスト、ね、これおしゃれですよ、ね、いろんな買い物を、はい、まあ、その施設だけでできるみたいな感じなんでしょうかね。しかもアウトレットですから そうですね、お得なんでしょうね、うん、さあ、リゾートアウトレッツ大洗、これは全部、はい、アルファベットでありまして、はい、茨城県は18ポイントかける、はいはい、観光協会のサイトに載ってますので2倍、はいはい、
というわけで合計36ポイントゲット、すごい、ということはですよ、はい、これ204なんですよ。204ということは、うん、鹿児島県抜いて1位になりましたよ現在。おっと、単独トップに立ちました茨城現在単独トップに躍り出ましたよ。さあ来ました来ました、さあそう来てそうくれば、そうくればですよ。さあ鹿児島です、はい、鹿児島県ありがとうございます。オビアンさんありがとうございます、届いております、ありがとうございます。さあ鹿児島はどうなのか参りましょう。マチトレカードバトル、ザスン、お、画像的にはちょっと読みにくいということですけれども、解説もしてくださっておりました、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、社会福祉法人三愛会とお読みするんでしょうかね、3つの愛の会、三愛会特別養護老人ホーム花水木でございます来ましたこの文字数稼ぐこの感じですねね、よくでもこういう福祉施設って長い名前多いですよね。でもね、そう長いの多いんですけども、それをよく見つけてきますよね。まあそうですよね、素晴らしいですね。これはもちろん全てポイントになりますね、はいはい、となると、はい、鹿児島県、はい、21ポイントゲットです。これはそしたらまた鹿児島県が222ポイントで、茨城県が204ポイントということになりまして、また鹿児島県が1位と、鹿児島がまたトップに返り咲いています。いい戦いだ。ね、うん、ね、今後あれだね、 NG ワードで 0点になるとか作った方がいいかもしれない。NG ワード古いですね。落とし穴があるやつね。ね、うん、ね、まあまあそれは嘘ですけど、冗談ですけどね。だ、見事でした。ね、花水木という。小宮さんありがとうございます。海ちゃんの好きな感じで攻めてみました。僕こういうの好きなんですよね。なんだか老人ホームとかの文字数の稼ぐやつ。そうですね。ありがとうございます。さあ続いてなんですが、はい、ことぶきさんありがとうございます。ありがとうございます。東京都ですね。うん、東京都日野市。で撮影した施設だそうです、はい、参りましょう、マチトレカードバトル、ザスン、おお、これですね、はい、日野市立新選組のふるさと歴史館、はい、ふるさとはひらがなでした、これなんですけど、はい、東京都日野市、ことぶきさんありがとうございます、ありがとうございます、日野市観光協会のホームページの中に掲載されているということです、うんうん、ことぶきさんですね、先週萌えな感じでしたよね、確か。そうですよ。ここからのこの達筆な感じの男らしい感じのが来ましたね。でみんなでお寺に行こうみたいなところでしたね。そう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 、萌えなお寺のからのこの男らしい感じ。ねえ、いいですね。新選組のふるさとなんですか、うん、そういうことになるんですかね。ねえ、日野市、そういう歴史的にあるんですかね。でこれが東京都日野市ですね。2倍になると、そうですね、日野市立新選組のふるさと歴史館、うん、東京都15ポイントなんですけれども、これかける2倍になります、はい、30ポイントゲット、さあ3桁の大台に乗りましたよ、東京都も、東京も来ました、はい、109ポイントはあ、すごいですね、これは面白いぞ。さあ続きまして、さあ続いてなんですけれども、はい、初参戦でございます、初参戦の方ありがたいですね、ありがとうございます。先ほどタイムライン上もいらしていただいたかな、フールハーミットさん、そうです、はい、フールハーミットさんありがとうございます、ありがとうございます、コメントもいただいております、はい、岐阜県初参戦だと思いますが、うん、観光地ではないんですが、これで様子見ますということです。とりあえずね、とりあえず初参戦だから、そんな感じが様子を見ようということ、とりあえず出してみたみたいなね。ありがとうございます。それでは参りましょう、マチトレカードバトル、ザスン、おう、長いですよ。長いですね、大本山、はい、永平寺御用達、飛騨、はい、そばの里、飛騨、はい、高山、はい、山水庵総本店、はい、そうです。俺ね、飛騨そばの里っていうでっかい字があってね、これすごい、いや、もちろんお蕎麦屋さんですよね。お蕎麦屋さんでしょうね。これめっちゃうまそうですね、看板だけで。まずねえ、で、はい、こちらなんです
が、はい、がしかしなのこれがしかしなのこちらですね、はいはい、いろいろ調べたんですけど、はいはいはい、大本山永平寺御用達の、うんうん、っていうことですよね。ああ、なるほど、名刺に含まれないとっていうことですよね、これはね。なるほど。で、飛騨そばの里というのが、はいはい、お店の名前ということになりまして、うんうんうん、でそれの飛騨高山、うん、総本店と、うん、三水庵とお読みしていいんでしょうかね、うん、総本店ということですので、うん、飛騨そばの里から後ろが、はい、採用と。なるほど、ポイント対象というふうになりますので、はい、岐阜県初ポイント、はい、ありがとうございます、ブルハミットさん、はい、というわけで16ポイントゲットでございます。16ポイント、いや十分じゃないですか。これでもね、大輔さんの次につきましたよ、これで。本当、はい、大輔さんが7位で、岐阜県がその次8位に。岐阜県ってね、はい、なんかいろいろこういうお蕎麦もそうだけど、うん、なんかあの和のイメージが僕あるんだけどで和のイメージってことはね、やっぱり今の看板だけじゃないと思うんですよね。結構多分すごい長いのが来そうな、なんかね、うん、なんかいろいろありそうじゃないですか、岐阜県のイメージ、ね、勝手な我々北海道民のイメージで申し訳ないんですけど申し訳ないですけどもね。ねえ、でもこのお蕎麦屋さんも良さそうだね、うん、そうですね、これ絶対うまいですよね看板でもうまそうだもんね、うん、看板でうまそうですもん、これね、これ行ってみたいですね。いいな、お蕎麦食べたい。美味しいお蕎麦、うん、食べてみたいですね。これはいいですよ。なんかね、お土産屋さんとかもあるみたいですよ。あ、じゃあお蕎麦をこう買って帰れるっていうだったり、なんか例えば、うん、まあお蕎麦に関連した食べ物だったりなんか作ってたりするんじゃないかな、うん、ね、意外とね、行ってみたいな。ちょっとね、あともしかしたらね、飛騨そばの里グッズがあるのかもしれないし、ね、そうですね、もしかしたらね、かんぐりすぎかなあの想像が、だ先週のあの両方寺からおかしいですよ僕も妄想が膨らんじゃってね、先週なんだって、あのお寺にもう萌え系が入ってるんですよねえ、そんな時代ですよ。萌えアニメのキャラが ねお寺の看板のとこにイメージとしてあるわけですよ、絵が、ね、イラストが先週ねありましたけどね、いやそれだけこれそばの里グッズあったって全然おかしくないもん我々あれですね、この看板からそのお店とかがどういうところかって想像するの好きになってきましたね。ちょっと楽しいですねこれね楽しいですねこれありがとうございます。ラジオ機の方もそうじゃないかなと思って、まあそうでしょう ね看板も見えないから、はい、いろいろ想像してくれてるんじゃないかなと思います。そうですね。さあ今日ラストです、はい、なんと、うん、鹿児島県ですよ。鹿児島県ビッグ田代さん、ありがとうございます。ありがとうございます、メールでお届けいただきました、どうもありがとうございます。ありがとうございます。鹿児島県、鹿児島県中央駅にある駅ビルだそうです、うん、参りましょう。おおお、街トレカードバトル、ザスン、おアミュプラザ、うん、鹿児島、全部アルファベットです。なるほど、こちらですね、はい、鹿児島市内の中心とも言っていい建物で、今月のお題でもある観光協会のホームページにも載っているということです。来たということで、うん、載っておりましたので、はい、このアミュプラザ鹿児島、はい、鹿児島県、アルファベットですので17文字17ポイントなんですけれども、はい、かける2倍で34ポイントゲット。もうね、鹿児島県256ポイント、うん、今月のテーマ皆さんうまく使ってますね。この2倍になるんだけど、あのフィーバーしてますよね、はい、かなり増えましたね。これはすごいな、鹿児島県256ポイント。このコーナー終わる頃にはもう15201ポイントとかってね、1ポイントは分かんないですけどあれじゃあそれまたあの大輔さんのさじ加減でしょ、どうせ最終回だから1万5000ポイントみたいな、あの1文字のやつは1万ポイントにしますみたいな、なんかそういうのにするんでしょきっと分かんないですけどというわけで皆さん本当に今週はねたくさん届けてくださいました、ありがとうございます。現在トップは、現在トップは鹿児島県の256ポイント、うん、そして、茨城県が204ポイントということで追うような形になっておりますね、はい、ねえ、でもまだまだ勝負は分かりませんよ。これねまだ分かりませんから、あの今月は2倍でしたけれども、うん、ね、来月からまた何かあるんですか。はい、ポイント2倍、3月のスペシャルテーマを発表いたします、はい、3月来週からいきますよ、はい、こちらです。3月のスペシャルテーマ、和菓子屋さんの看板です。なるほど、スイーツ王子来た。いや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 、和菓子屋さん、なんとなく春って、はい、和菓子
まあ、そうですね、桜餅とかもそうかもしれないけれども、はい、和菓子をね、はい、なんか食べたくなるような、はい、ちょっとそんな季節にもなってくるじゃないですか。もちろんねえ、あのひな祭りだってあるわけですね。 そうですね、そこで、うん、ぜひ皆さん、この機会に地元の和菓子食べて、はい、私どもに教えてください、はい、いいですね。ねえ、全国各地、はい、いろんなところに和菓子屋さんってあるでしょ。それこそあのフールハーミットさんの岐阜県とか強そうですね。ね、あとやっぱりあの関西方面、はい、京都とか強そうだね。ありそうですね、老舗が。ねえ、あとその他ね、我々の知らないね、うん、多分和菓子屋さんの和菓子ってあると思うんですよ。そうですね、ぜひ教えいただければと思います、うん、ポイント2倍、3月のスペシャルテーマ和菓子屋さんの看板です、はい、ぜひ撮ってみてください。もちろん今まで通り看板データ普通にお送りいただいても大丈夫です。データ応募方法です、看板を携帯などで写真を撮ってデータをツイッターやメールで送るだけでございます。都道府県対抗戦です。メールはこちら、数字で813@札幌村.jp、そしてツイッターの場合@d_fine@d_fine、こちらのアカウントへ画像をつけて町トレカードバトル〇〇県と記入してお送りください。お一人の方が、番組に送れるのは1週間のうち1枚のみとなります。お友達を交えてぜひご参加ください。何かあったんですか。いや、あのね、おぶやさんからメッセージいただきまして、和菓子屋名前短いっていいとこつきましたね。だから皆さんあんまりそういうお店送ってくんないんじゃないかなと思って、うん、ポイント2倍になりますから、うんうんうん、ぜひこの機会に送ってくださいそうですね、この機会にね2倍になりますから、はい、というわけで、マチトレカードバトルセカンドシーズンお送りしました。コマーシャルの後は、北海道大雪山雪の水の話題を挟んで、お待たせしました、ゲストをお迎えします。どんなに辛くて北海道大雪山雪の水。大雪山のふもとに眠る限りなくピュアでミネラルバランスの良い美味しい天然水です。お近くのスーパーや自動販売機で発売中。北海道大雪山雪の水。東牛乳パーク、西神ズモ。はい、ナウト、ぶつかった。タッグが熱い、タッグが熱い。実況中継は牛乳パックで神ズモで検索。北海道大雪山雪の水。大雪山のふもとに眠る限りなくピュアでミネラルバランスの良い美味しい天然水です。お近くのスーパーや自動販売機で発売中。北海道大雪山雪の水。キラキラ FM 札幌村ラジオキラキタお送りしております。ここでキラキタピックアップ、番組からのお知らせです。北海道大雪山雪の水、皆さん飲みましたでしょうか。上川町の大雪山麓で採水された限りなくピュアで喉越しの良い天然水なんです。採水から外気に触れることなく大自然から得た美味しさを保ってボトリングしています。さあ皆さん、いつもの通りでございます、初めての方ついてきてください癖のない軟水で、せーの、軟水ナス何でしょうかね、今日はどすい感じのタイムライン上の皆さんもぜひご一緒にどうぞ癖のない軟水でして、口当たりも良くて緑茶やコーヒー、炊飯にもおすすめとなっています、この北海道大雪山雪の水でございます。まあ飲むだけじゃなくてね、今はいろんな、はい、まあ先ほどもね言いましたけれどもね、うん、お米を炊くのにもね、うん、このミネラルウォーターを使うという方も多くなっております。ぜひ ねこの雪の水使ってみていただきたい、うん、体に優しい軟水ですのでね、またなんか言うともう一回やんなきゃいけないんじゃないかな ループする感じですね、もう ねこのコーナー終わんないそうそうそう
ちょっと今錯覚に陥ってそうですね、まあ癖のないね軟水でございますので皆さんタイムライン上でもありがとうございます書いてくれてますけれどもねアクエリさん、ヤキミルさん、オベアさんありがとうございますあの軟水っていう言葉が出るたびにもうずっとやらなきゃいけなくなるからブロータイムさんもありがとうございますありがとうございますサイズは 530ml と 2L サイズがございます、はい、ぜひぜひ一度飲んでみていただきたいと思います、全国の方はね、うん、インターネットでも、はい買えますので、うん、ぜひぜひ検索してみていただければと思います以上北海道大雪山雪の水のお知らせでございましたここで1曲です、ライブバージョンで今日はお送りすることにしましょうかね、私山田大輔の1曲です流れる水と書いて流水私山田大輔の一曲で流れる水と書いて流水という曲でございましたさあこの後はお待たせしましたゲスト梅津さんをお迎えしておりますキラキラピックアップトークスペシャルです止まらない空が消し キラキラFM 札幌村ラジオキラキタお送りしております改めてお相手は私山田大輔と海坊主でお送りしております、今日はレギュラーの牧野だなちゃんすいませんお休みをいただいておりま す, すまさあ今日はこの時間ゲストをお迎えしております、いつも牛乳パックで紙相撲ニュースというですね、そういったコーナーがありますけれどもその紙相撲にも参加いただいておりますたびたび名前も出させていただいております NPO 法人タックの会さんよりメンバーの梅津健一さんにお越しいただいておりますよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますどうですか、まずはこの札幌村ラジオのスタジオに来てみていかがです
緊張しました。緊張しました。嘘です。くしゃみしました。そうですね、先ほどね、スタジオの外であのタイミングのいいくしゃみが出ましたね。さあ梅津さんをお呼びするかっつって。素晴らしいタイミングでした。したね。ただむしろ私呼ぶのやめようかなって思うんですけど。まずですね、NPO 法人タックについてこちらで紹介させていただきますが、牛乳パックで紙相撲にもですねたびたび参加をいただいておりまして、はい、札幌市中央区にある生活介護事業所なんでございます、はい、で、今日はですねせっかく、まあ、来ていただきましたので、うん、いろいろね施設の中での様子だったり実際こういった、タクの会さんなどのですね生活介護事業所だったりその他の事業所施設っていうのはどんな普段あの活動をしているのかとかもねお伺いできたらななんていうふうに思っております。さあまず梅津さんにお伺いしたいのが事業所の中では普段どんなお仕事タックさんではやってらっしゃるんですか。皆さんでクッキーのシールを貼ったりとかあとクッキーの試作を行ったりとかしてます。クッキーちょうど今 ねスタジオにお持ちいただいたクッキーがあるんです、ね、これ実は私どもですねとっても好きなクッキーでしてよくですねバザーだったりあるいはイベントとかね、はいで販売をしてくださっているのでその時によくね買わせていただいたりね、はいしているんですけれどもまずこれ目の前にありますんでまず開けてみましょうか。ちょっと今日ね持ってきていただいてありがとうございます。どうもありがとうございます。品物がないと良くないって言われましたんで誰に誰に誰になんか影のなんか支配者がいるじゃんいるんで、はい、あの影の支配者の方今聞いてないことを祈りますリアクションが欲しいそうです。リアクションが欲しい、うん、味が、5種類お持ちいただいたんですね。はい、あ僕の知らない味もあるぞ。なんかチョコレートが、はい期間限定です。これあれですね最近バレンタインだったのでということで、はい、お作りあ、まあはい、お作りになったということですね。そしてとても可愛らしいですね。あとの4種類がレギュラーです、はい、レギュラーの、コーヒー、はいはい、ほうれん草、うん、さつまいも、はい、アールグレーは常時置いてますというか、うん、置いてます。こちらはまあいつも食べれるということですね、うん、1個あたりはですね、はい非常になんていうんですかねサイズとしてはね、一口でね、まあ、一口サイズ、うんね、小さいサイズでそれがだいたい 35g でしたぐらいでしたっけ。そうです。ているんですよね、うん、はい、うんね、ボール状というかね。そうですね、そんな感じ、はい、なんか昔ポケットに入れて食べれるそうです ね持ち運びしやすいサイズ、はい、ね、はい、卵ボーロっていう ね昔ねお菓子ありました。あのぐらいの大きさのね、うん、とってもね、はい、食べやすいサイズになっています。とってもいいです。とってもいいです。さあではじゃあちょっと、うん、新しいこのチョコレートをじゃあいただいてみましょうか。ああそうですね、せっかくだからね、はい、せっかくなんですね、うん、ちょっとじゃあいただきますね。海坊主さんが今、はいタックの会さんで作っているクッキーの中でチョコレート味のクッキーを食べて、はい、いただきますね。大丈夫ですか梅津さん。大丈夫ですか梅津さん。大丈夫ですかちょっとねお風邪をね引いてしまったということで、はい、じゃあチョコレートいただきます。ですか。あでもチョコレートクッキーだ。優しい味がする。チョコレートのタックさんのこのクッキーって、うん、優しい味しますよね。優しい味する、ね、だから甘いの苦手な方でも結構ね、うん、サクサクいけるんじゃないかなと思います ねで、うんこういったクッキーいろんな種類ありますけれども、うん普段バザーで出品していらっしゃるということで、はい、こちらで情報がありますので紹介します、はい札幌市の中央区民センターで3月の4日から3月の8日まで、はい午前9時30分から16時まで、はい、9時半から16時までの間3月の4日から3月8日まで中央区民センターでバザーが行われるということですね、うん、はい、そうです、その時にはもうホワイトデーシーズンですか。ホワイトデーなので、ホワイトデーの、うん仕様の、うん、クッキーが出ます。おお、バレンタインではチョコレートだったけどっていう感じですね。でけどって感じが出ますけどって感じが出る隠し玉が出ます。隠し玉がね。で、まあ、定期的にこういった、バザーの出品もしていらっしゃるということで4月も、うん北区民センター4月9日と4月の10日、うん
10時から15時まで、うん、10時から15時までバザー出品があるよということでございます。そうです。その時も多分出ます。そうですか、隠し玉が出ます。隠し玉が出るということで、ねね、こういういろんな味のクッキーが楽しめるっていいですよね、うん、はい。これちなみに一サイズ、その一つの袋に入っているのはおいくらで売ってるんですか？100円です。あ、100円なんですね。はい。ねえ、いいですよね。だから100円で一つだから、うん、いろんな種類をね。そうですね。ね、3種類、4種類、5種類とね、うん、買いやすい感じがしますよね。おぶやんさんからクッキー食べたいジュルって。ありがとうございます。そしてブロータイムさんから梅津さん、ね、こんばんはということでご挨拶来てます。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、まあ、こういったですね、うん、クッキーを普段ねお作りになっていらっしゃるタックの海さんなんですけれども、うん、はい、我々は紙相撲で交流もいろいろさせていただいておりますが、うん、その他の音楽活動も、ね、はい、やってます。ドナルドタックって言います。ドナルドタックというね、うん、なんかわかんないんですけど、由来は私新人なもんでわかんないんですけど新人なもんで、ね、ドナルドタックから取ったようです。ドナルドタックからね、はい、タックの解散なんで、それをかけてドナルドタックにしたと。何も面白くないと思うんですけど。いや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 。そんな否定的なんですか。いいじゃないですか。いやいや、そんなそんなね。うん、で、イベントとかにもご出演してるんですって。はい、全然出てます。ね、はい。例えば今までどんなところで。今までは、福祉学院で、うんうん、演奏したりとかしてます。僕はいませんでしたが。あ、梅津さんがいらっしゃるときはどの楽器で？僕がいるときは一度だけキーボード。一度だけキーボード。その他なんかある？ました。え？一度だけキーボードを弾きました。あ、キーボード弾きました。ね、うん、その他はじゃあなんか歌とかも歌うってことですか？歌いませんでした。あ、歌いませんでした。僕は歌嫌いなんで。歌お好きじゃないんですか？個人的にはダメなので。個人的にはダメなの。ああ、それあれなんですか。うん、団体的には。ドナルドタックさんとしては出てるんですけど。では出てる。うん、歌わない条件で出てたんです。ああ。歌わないと条件ね。今びっくりした。お互い条件でっていうか、なんか裏でやっぱり支配者となんかあるのかな。あのおぶやさんが影の支配者がすごいタックの会を恐るべし。大丈夫です、皆さん優しい方です。そうですそうです。ただね、先週私実はタックの会さんにね、はい、行って、うん、まあ少し打ち合わせをね、うん、させていただいたんですけれども、はい、その時もですね、うん、他のあのスタッフの方がですね、うんうん、余計なこと言わないでねって空気させていらっしゃって、うん。焼きみりまさんが影の支配者はダジャレ好きなのかな笑いということで、そうなんですね、みんなあの面白い方なんでね、こうやって言い合えるっていうのがあるんですけど、そうですよね、いつも本当に我々もね楽しませていただいております。支配なんかされてないんですよ、本当は優しいんですよ皆さん。そうですよね、あのそういうふうに今言っとかないと今度は入れてくれないから、変なことばかり言うって言われちゃうからで今日、ここはもう梅津さんの力によって一曲、はい、ね、うん、タックの会さんのドナルドタックの、曲をですね流したいと思うんですけど、このクッキーのテーマソングということで、うん、ドナルドタックで演奏した曲があるので聞いてください。あ、じゃあ、曲紹介もう一度お願いします。ドナルドタックでクッキーの歌。ワン、ツー、スリー、フォI'm not afraid to die.
はい、お送りしましたのはクッキーの歌ですよね。はい、クッキーの歌でございました、はい、NPO 法人タックの皆さんで作っているバンドドナルドタックでクッキーの歌をお送りしましたね。楽しそうな雰囲気が楽しいんでしょうかね楽しいんですよ35g 100円ね、我々も一緒に歌わせていただきましたけどね、前ね、今日はですね、ゲストとして牛乳パックで紙相撲にも参加いただいています NPO 法人タックより梅津健一さんにお越しいただいております、はい、さあ、後半なんですけれども、うん、もう一つ立ち上げ時に関わっていた、石狩市の NPO 法人があるんですって。NPO 法人サムリブ高岡と言いまして、はい、サムリブ高岡さんですね。去年の4月1日に開所しました。はい、ね、で、はい、準備を始めたのは次その前の年の2月ぐらいから準備室を立ち上げて、はい、あの7月1日まで活動をしてました。ね、そうなんですね。4ヶ月間ほど活動をしていらっしゃったということですけれども、この施設はですね、石狩市の高岡地区にオープンしました、指定障害福祉サービス事業所で、障害がある方の支援事業所として就労継続支援 B 型事業生活介護事業を始めているということでございますけれども、こちらではどんなお仕事を、まあ、あの立ち上げ時はお手伝いしたんですか。立ち上げ時はですね、向かい の, あの農家鶏卵農家さんから卵をいただいて、はい、いただいたというか、卵を、あの送ってもらって、はい、磨いてお返しして詰めるまでをやりました。卵磨きという、はい、いう作業なんですね。これ海坊主さんの方にも、ね、資料がありましたけども、はいはい、そうですね、ね、卵磨きの作業ということで、これ梅津さんが大活躍したんですって。そうですね、うん、そうですって、もう今、もう自信たっぷりに言ってくださいました。それは僕しかいないんで、うん、利用者候補が僕しかいなかったんで、僕がやるしかなかったんです。もう今日一自信持って胸を張って答えてくれましたね。いや、これ当時はね、はい、当然開所したばかり、オープンしたばかりの頃っていうのは利用者さんがね、うん、なかなかまだいないから、うん、少ないから、うん、そこでね、梅津さんが一緒に働いて、うん、頑張ったのね。体験ということで働いて、うん、いろんな方から教わりながら、うん、卵を磨いたりしてました、うん、応援のコメントいただいております。ありがとうございます、フレップさんとお呼びしてよろしいでしょうか。ありがとうございます。 ありがとうございます。梅県頑張れ、鳥さんたちも応援してるよっていうふうにコメントいただいておりますよ、はい、ありがとうございます、ね、こちらの方ではあの梅津さんはサムリブさんでは梅県って呼ばれてるんですか。いや、僕ニックネームが梅県なんで、うん、梅県さんが、うん、卵を磨いていただいているということで ね、もうなんか伝説の方みたいな感じであの資料では入ってましたけど、入ってますよね、伝説の梅県。もうとりあえず、はい、あの前線から外れたので、うん、立ち上げには結構可愛がっていただきまして、うん、周りの方とか石狩市の、うん、あの農家、農家の方とかに可愛がっていただきながら4ヶ月間、うんうん、まあ夏バテもしましたけどねえ、でも本当に立ち上げ時の本当に大変な時期に、うん、ね、しっかりこの伝説の梅健さんがいらっしゃったからできた。今は8人の仲間たちがいます、うん、あ、そうですか。このサムリブ高岡さんにはですね、うん、まあ、やがてはどん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 大きくなっていった時に、うん、梅健さんはいよいよ伝説へとなって将来僕の銅像が立つそうです。そうでしょうね、うん、この卵お前梅健さんと比べるまだまだじゃねえかみたいな、うん、そう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 、ね、梅健さんは何秒で何個できるんだみたいなそういう風な伝説にもう ねなるんじゃないですか。何個あったことか本当にまあ修行中はね、ねえ、でもね、いやいや修行中は割りながらもね、割りながらも頑張りました、うん、もう、これはタックより頑張ったと思うなんて言うとまずいぞ今日は NPO 法人タックより梅津健一さんにお越しいただいておりますけれども梅津さんがね、この石狩市のサムリブ高岡という施設の立ち上げにもね、うん、携わったということでね、そのお話もねしていただきましたが、うん、この卵、うん、はスーパーとかでも販売していらっしゃるそうで、そうです、うん、ね、現在は、あと、はい、あ、こちらでもありますよ、大通りですね。そうですね、大通りにあります。大通りは確実にあると思う、セレクトショップ北キッチンさん、
こちらの方でもね販売をして、小鳥の広場の隣斜め向かいですね、オーロラタウンの小鳥の広場の斜め向かいということになりますけれどもね、ぜひよかったらですねこちらお買い求めいただければと思います。6個300円でした。あ、そうですか。はい、ね、ぜひこういうサムリブ、はい、高岡の皆さんが、今も、作業をしていらっしゃるというですねこういった卵、ぜひ、ね、お買い求めすごい美味しいです、ね、卵の名前はもう一度、イコロランって言います。イコロランですね、うんうんうん、はい、イコロランという卵ちょっと探してみてください、はい、さあ、あっという間の時間で、ね、もう終わりですとなるんですけれども、最後に何か告知ありました？大丈夫ですか？タックの影の被害者は誰でしょうなんて言わないでください。そのあたりは全部編集でカットしてきますんで、あ、生だ、生ですよ。カットできないからね、あ、生だ、ピーって入れれないから。今日は本当に、ね、ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひまた遊びに来てください、はい、この後もぜひエンディングまで、ね、はい、ご一緒いただければと思います、今日はキラキラピックアップトークスペシャルとしまして、 NPO 法人タックより梅津健一さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。北海道大雪山雪の水。大雪山のふもとに眠る限りなくピュアでミネラルバランスの良い美味しい天然水です。お近くのスーパーや自動販売機で発売中。北海道大雪山雪の水。牛乳パックで紙相撲、スーパースモーだ。東くん出る、東くんが出る、東くん出る、タックを見せる、タックを見せる、残した、東くんの音は、東くんの勝ち、東くんの勝ち。紙相撲がドラマチックに、全道各地の代表力士が集う夢の本場所。実況中継は牛乳パックで紙相撲で検索。北海道大雪山雪の水。大雪山のふもとに眠る限りなくピュアでミネラルバランスの良い美味しい天然水です。お近くのスーパーや自動販売機で発売中。北海道大雪山雪の水。この番組は北海道大雪山雪の水をお届けするロジネットジャパングループ札幌ツーンの提供でお送りしました。FM 札幌村ラジオキラキタお送りしております。初登場です、海明神パレードさんによる占いコーナー。大明神になりきれないまま早50周年、人は迷うとこうなってしまう海明神パレードさんです。どうも皆さん、はじめまして、海明神パレードです、うん、初登場なのに全然時間ないから自己紹介だけできないけど、うん、占いだけするね。明日から来週火曜日までの1週間パレードをしながら上下左右カードを選んでね。カレードを選んでね。いくよ、5、4、3、2、1、パレード。梅津さん大変な時来ましたね。さあ、じゃあいいでしょうか。下が多いので今日は下から行くね。これどうなっちゃってるんですかね。パレードしながら下を選んだあなたはパレードしながら強い欲望を持つ人を選んだあなたはしたからそうよ。そしてパレードしながら上を選んだあなたはパレードをしながら幸せになれる、よかったね。そしてパレードをしながら左を選んだあなたは、パレードをしながら成功をするすごい人だね。そして最後のゴッドカードを選んだあなたはパレードしながら夢を見ちゃう、パレードに良いお年を。海明神パレードの占いでございましたけど、いろいろ突っ込みどころあるんですけど、反省会でやりたいと思います。はい、はい、エンディングなんですけど、いやびっくりしました。すごい人来ましたね今。パレードすごいですね。今梅津さんもね、ご一緒に見ていただいたんですけど、すごいの来ましたね。来ましたね。なんかいいですね。どうですか、目の前で見て。なんか嫌ですね。そうですね、なんか嫌ですね。ね、なんか嫌ですね。プロレスラーにでもなったらいかがですか。ね、まあ、マスクかぶってますからね、プロレスできそうですもんね。うん、
ねえ、で、メール届いております。ありがとうございます。ラジオネームカイさん、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、試験でいらっしゃいましたけれどもカイさんね、すべて終わりました。あとは天命に任せるのみですということでございますが、先週の海ミュージングレートの引退会見で、はい、映像が切り替わらなかったですよねそうですね因果応報ってこういうことなんだなと思いました。まあね、いろいろ占い逃げしてますからね、どんな結果でもね。ねえ、あの、ね、行いがこういう時に出るんだなってことでしょうね確かにね、こういう時に出るんでしょうね。いや、今日はゲストに、梅津健一さんにねお越しいただきました、はい、NPO 法人タックさんでね、はい、私と何度も、顔を合わせてるんですけれども、そうですね、いかがでした今日は。いや、よかったっすね。なんかね、あの、うん、こういうスタジオで、うん、普段の見ていただいてるんですもんね。うん、なんか何回か見せていただいて、ね、何回かっていうか結構見ていただいてますよありがとうございます、うん、ありがとうございます、うん、まあ、実際にね一回来てみてまた出たいと思いました。出たいです。 ありがとうございます。ね、またぜひ遊びに来ていただければと思います、うん、ね、何かあればよろしくお願いします。そうですね、あと NPO 法人タックさんに、はい、あの、しっかりと入れてもらえるように祈っております前回何言ってたのみたいなふうにならないように、ね、大丈夫です多分、はい、フォローはしたんで、はい、大丈夫です大丈夫です、面白いので大丈夫ですというわけで、ぜひまたね遊びに来てください、はい。キラキタこの辺りでお別れです。この時間の相手は私山田大輔と海坊主でお送りしました。どうも梅津さん、ありがとうございました。この後はこちらジステーションでお楽しみください。キラキタまた来週です。さよなら。